こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。 PID の話です。最近 STD という用語は一般的な言葉として浸透してきましたが、 STD に深く関係のある PID という言葉はあまり馴染みがありません。 PID とは直訳すれば骨盤内の炎症性の疾患ということですが、具体的には骨盤腹膜炎や卵巣卵管脳腫、子宮内膜炎症などのことを指します。 PID が STD に関係があるというのは、女性の場合 STD は女性特有といえる PID を引き起こすことがあるからです。女性の生殖器は膣、経管、子宮内腔、卵管というように、いわば外部に接しています。さらに卵管は腹腔にも開いています。ですから STD に感染した場合、これら外部に接しているも同然の臓器からの上行感染によって骨盤内炎症性の疾患に移行しやすいのです。また月経の時、月経血は腹腔内に逆流する場合があります。子宮内で STD などに感染していれば、この月経血によって原因菌が腹腔内に入りやすくなりますから、月経も PID の発症に影響しているということになります。卵管が障害されると、卵管周囲癒着や受精卵の輸送がうまくいかなくなるなどの機能障害によって不妊になることもあります。クラミジアなどが増殖を繰り返して菌の量が増えたりすれば、骨盤内だけの炎症にとどまらず上腹部にまで達することがあり、女性の STD は男性より深刻だとも言えます。では本日の話はこれで終わります。